トビラザ通信ネクスト第5回目です。トビラザ主催、横内健介です。アシスタントの久賀ねねです。はい、もういよいよ、公演月2月が、はい、目前ですけれども、はい、稽古はどうですか？順調に進んでおります。まあ、あのリボンの騎士がね、もう、はい、まもなく始まるんですけれども、で、トビラザとしてはお稽古場でのね、そのこうなんとなく稽古場公演とか、それからまあ卒業公演だから、無料でとかっていうよりも、もうこれ一つの公演だというふうにやろうっていうのは、もう徳田さんの、まあ、研究所の方針です。はい、うん、まあ真剣勝負じゃないと育たないというふうに思ってるのね。はい、お客さんは今どうなんですか、チケットの販売状況は？そうですね、全体の1/3。ボロボロじゃないか。どうすんだ。どうしましょう。うん、どうしましょう。まあやっぱり一生懸命やってることはね、もちろんそれはあのお客さん来てくれないと経済的にも困るということもありますけども、はい、お芝居というのはなるべく多くのお客さんと共に空間を厚くした方が、同じ芝居でもやっぱり楽しさが変わってくるしね。はい、何よりもこんだけ手間暇かけて、作り上げたものを本当に人に見てもらうわない。意味がないので、はい、ここでもう一回お願いしましょう。はい、チケット絶賛発売中でございます。はい、よろしくお願いします。ね、売り惜しんでるわけではありません。誰でも買えるようになってます。ここがねには、この間特技を披露しようと思って、一応あの第1回で言ったんだっけ、はい、私の特技これこれですって言って、じゃあそれの証を見せるのを第1回で忘れたから2回目で収録しようと思ったんですが、特技でも何でもないっていうことがもう我々 のジャッジによって判明しまして、こんなもの放送できるか。資格は持ってるんです、一応。そんなことよりな、この扉さんに来る前に本気でバレエ、クラシックバレエをやっていたという証拠写真が見つかりました。はい、証拠写真なので、これをぜひ皆さんちょっと見てください。どん、はい、すっごいんですけど、この写真何なんですか？空中で足開いて、いやいや、それは見りゃ分かるけど、何なのこれ、公演？まあ、発表会の写真なんですけど、あの眠れる森の美女という演目の、結婚式の場面に、うん、あの物語なんで動物たちがやってくるシーンがあるんですけど、そこの、まあ、青い鳥の、まあ、男女の踊りで、うん、それはクラシックバレエ界ではもう有名な、有名ですね。コンクールとかでもあの女の子たちがよく踊るような作品だって。すごいじゃないか、あんなこんな足まっすぐ開いて飛んでこれができるんだね。今ですか？今も。まあ、ジャンプの高さはちょっと低くなったかもしれないんですけど、できなくはないです。そういうものが出ます。はい、このリボンの騎士もね、はい、ね、あのちょっと覚えておいていただいてですね、はい、ここら辺から手がかりに劇場に来ていただくというのも一つの手かなというふうに思います。はい、で、まあ、リボンを盛り上げるためにまた今日もゲストが来ているようなんですけども、来てくれてるようですが、はい、今回は、久賀ねねたってのリクエストで、はい、この人にぜひ来ていただきたいというゲストをお呼びしているようです。はい、たっての願いで誰を呼んだんですか？野田翔太先輩です。はい、それでいいの本当に？いや、あの私が扉座に入る前に初めて公演見たのが2代目はクリスチャンの初演だったんですけども、初演ね、はい、去年の12月に再演をしましたが、はい、初演を隅田パークシアターでやってます。はい、で、まあ、扉座の役者さんはまだ誰も知らずに見に行って、で、まあ、その中でも一番、まあ、あの印象に残ったのがその野田さん で、あの主演した後もあの姉と一緒にあの方のお芝居すごい良かったよねって。本当にちゃんと二代目はクリスチャン見た。はい、なんかあのすごく特徴的じゃないですか。はい、わかりました。じゃあまず野田さんを呼びましょう。はい、お願いします。野田翔太先輩です。野田翔太です、お願いします。一押しなんだって。
一押し、めっちゃ嬉しいです、はい、それは。でもの野田翔太、いつもいつも劇団にいるわけではないんで。そうです。グガネンなんて知らないだろう。いやいや、知ってる。ギリ知ってます。いや、ギリ知らないです。ギリ知らないです、絶対。旧ツイッターで、ちょいちょい写真がちらほらと。ありがとうございます。某カメラマンさん、めちゃめちゃ素敵な写真が俺撮ってもらったことあるね。自分ない。某カメラマン、某カメラマンない。俺一回撮ってもらったことある。ああ、見劇場で。かっこよかった。いい感じでしょ。なかなか男性撮ってくれない。そうなんですね。ちょっと目標にします。で、一体野田さんの何が良かったのか。何が良かったのか。いや、まあ、二代目クリスチャン、つい最近やったばっかりだからな。そうそう。どうでしたか、間近で見る野田翔と。客席から見るのと一緒にやるのと。一緒にやるのと。でもその声が小さくなった。わかりやすく小さくなった。その客席で見た印象とは違って、うん、その稽古終わった後とかの野田さんはかっこいいなって思います。そうだろう。あまりちゃんと見てる。それ誰かと見まくりやんやけど。本当？え、なんかその一番最初に2代目見た時は、うん、そのちょっと最初はなんかやっぱ気の弱いというか、気が弱いというか、そのなんか体の弱い、なんかフラフラした感じの印象が強いので、死んでいく役だからな。そうそう。印象が強いので、その間近で稽古を見させていただいた時とかは、あ、なんかその印象が180度変わりました。劇団員さんみんな180度変わりました。私はだいたい落ちてるでしょ。違います。落ちてる。違います。まあね、でもね、実は野田翔太については、はい、本当に特筆すべきトピックスがあったのよ。なもう全然その扉と通信とかでもなんかいろんなことでもっと宣伝すべきだったんだけど、はい、完璧にやり損なってて、はい、まあ本人全然そんな風に思ってないんだけど、はい、新三国志、はい、去年の2月に博多座でやってますが、その前に歌舞伎座でやってますね。ああ、そうです。あれ6月とかです。6月でしょ。そうそう。あれ確か6月だよね。そうです、三国志、うん、三国志って。で、歌舞伎座ですよ。でもそこはさ、まあ言ったら、日本でいうミュージカルとかの、まあ、帝国劇場ね、はい、それからもう一つ伝統芸能の歌舞伎では歌舞伎座、歌舞伎座、この2つは、まあ、まあ国立劇場とかありますけど、まあ、でもそれ以上にこの2つぐらいが日本を代表するこう歌舞伎俳優さんでも歌舞伎座に出るときはちょっと緊張すると。そこでだな、オープニングからまあまあ5、6分セリフを言ってたっていう。そうです。三国志の中で重要な董卓という、もともとのその三国が大戦争になる原因を作った、すっごい悪いやつが いる、まあまあ三国志ファンなら知らない人はいないキャラクターを演じて、そのそばには香川照之さんですよ。あ、そうです、香川さん。市川中車という名前で歌舞伎やってるんだけど、そんなところにセリフ言ってたよね。めっちゃ言ってました。まあまあ喋ったっすね。ただし、なんなら見えも切ったっす。見えもしてる。見えも切ったっす。あのね、見えは切るんじゃないのよ。なんですか。見えはする。見えはする。見えを切るというのは素人さんの。お前、俺あんだけ歌舞伎一座行ってて。確かに聞かなかったの、お前。する、そこで見えしてって言うじゃん。あ、確かに。そう、切るっていうのは素人が言うあれで、見えは切るもんじゃない、見えはするもんなの、ね、はい、そこで見えして、こうしてって、はいはい、覚えておいてください。覚えました。勉強になりました。でもそんなことも知らずに歌舞伎座の真ん中で董卓やってたんだよ。そうです。すごいよな。めちゃめちゃありがたかったです。でめっちゃ緊張した。ただし久々にすげえ緊張した。お面かぶってたの。それ言わないで。え、誰は分からないと思える。今までの仮面かぶってたの。でも声聞いたらみんな分かんの。うん、な。そうっすね。すごかったんだから。ありがたかったっす。めっちゃ。みんなあぜんだもん。こう本当に野田が歌舞伎座でこんなセリフ言うのみたいな。やっちゃった。まあ、やっちゃった。素晴らしいですね。やっちゃいました。あなたが 目は間違ってない。
二代目で一番輝いたのは野田さんですと。いやいや、ね、でも野田は意外にリボンの騎士も楽しい。全然印象なかった俺。マジっすか。いや、ひょうたん月やってんの岡森の証言で知ってて。あ、そうそうそう、やってました、やってました。お前がやった後に岡森がやって、そうそうです。ですごく野田はやりにくかったのを岡森が簡単に改善したっていう話知ってる。岡森さんがなんか首が痛いって言ってて、で、あのなんかリュック形式にやって、俺もつけたんですけど、天才ですね。とは言ったっす。確かに。それは内緒だと。いや、けど実際めっちゃ楽にはなったんで。そうです、こうやってやってるたびに 首が締まってたんでしょ。そうそうそう。で、自分で思いつかなかったからちょっと本当に尊敬はしました。じゃあそれは間違いじゃない。いや、けど一番やっぱ思い出に残ってるのはひょうたん継ぎですね。なんかそのもともと多分六角さんがやってたじゃないですか。で、それでまあどうやったら六角さんっぽくじゃないですけど、なんかいろいろ考えて六角を超えられるかと思ったんだろ。で、望んで頑張ろうとしたんですけど、やっぱなかなかめちゃめちゃ難しくて、なんかちょっとおっさんっぽくやりたかったんですけど、結局ちょっとおっさんっぽくはできなくて、まあ、やっぱただただマー君愛だけは負けないぞと思って愛だけでやりました。なんか難しかったです。すっげえ難しかった。まあまあいい年なんだよ。そうです。いくつで入った扉？18で入りました。早いんだよ。そうです。高校卒業してすぐ高校の時に、最後の時に何だっけ、スクールメイツに入ろうと思ったわけね。ジャニーズだ。ジャニーズに入ろうとしたんですよ。な、居酒屋の息子なんだけど、割烹居酒屋の息子なんだけど、ジャニーズ入りたいって店で言ってたしさ、なんかお客さんのおじさんにすごいたしなめられたらしいで、お前みんな青なこと言うなって。居酒屋の端で飲んでたおじさんが、東京の扉で逃げって言ったんだろ。そうです。なほなこと言ってんなって。そうです。かなめさんが、そう、まあまあ、あのとても有名な放送作家さんがここのお店の常連さんで、そうなんです。その話を聞いて呆れて、お前ほかって言ってくれたんです。そうです。そうです。よかったです。本当に、だって舞台も見たことなかったんですよ。アホか。芝居自体見たことなくて、テレビしか見たことないから、そこに行くとしか思って、ジャニーズ入りてってなって、スターになりたかったんですよね、若い時。やっぱ今スターじゃん。今スターギリスター。ギリだってスターだもん。そう、推しがいるんだよ。スターです。そうそうで、18だ。そうっす。で、何年いるの？何期なの？自分14期っす。何期？26期です。すげえ。まあまあ、いる。違うんじゃん。やばいっす、ね。どうなの、その先輩として後輩を。いやいや、もう、かわいいっす。そう、アホか、そう。アホかと聞きたいわけじゃないよ。え、今の若者たちを見てどうなんだよ。自分はずっと怒られてましたよね。怒られてました。大抵ね。大抵ずっと怒られてました。どんなに怒られても聞かん、全然答えない。いやいや。一回、まあ、きっちりノックダウンぐらい怒られるんだけど、そうっす。次のラウンドになるとしれっと出し上がって、あざだらけのはずなのに普通に動いてる。寝て起きたから。不思議なやつなんだよ。そうっす。全く響かない。いやいや、お話はつきませんが、ここで例のあのコーナーに行きたいと思います。あのコーナーって何ですか？あのコーナー、はい、高木しずるのあの人に聞くのコーナーです。どうぞ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、今日誰？あ、ゲスト鈴木俊則さんです。俊則に聞きに行ったの？はい。チャレンジャーやの。チャレンジャーすごいですね。大丈夫です、しずる帰ってきた無事に。元気に帰ってきました。楽しそうに帰ってきました。楽しそうに帰ってきた、はい、楽しみです。はい、見ましょう。見ましょう。どうぞ。はい。皆さん、こんにちは、こんばんは。高木しずるのあの人に聞く第5回目、今回のゲストは劇団員鈴木俊則さんです。おはようございま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 す。目が開いてないです。お酒じゃないです。ちゃんとまだ昼なの。お酒じゃないです。何期生だったんですか？俺は2期生。はい。その卒業公演としては、トシさんはラブラブラブを
やっていたと思うんですけど、はい、その卒業公演の中の自分でも今も覚えてるなっていう思い出、卒業公演の思い出、はい、卒業公演の時って当時、今のリボの騎士と違ってその前にね、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、ラブラブラブってやってた時には、あの個人のエピソードを戯曲化して、まあ、演出がついて何作品かをやってたんです。で、まあ、頭でちょっとおかしかったんで、4つぐらい作品出た時にやっぱそれぞれ役が違うんですけれども、なんかそれぞれの役に必要なことを全部やろうと。役作りって言うんですか、役作りの仕方も当時何も分かってなかったから、はい、こうだこうだこうだっつって、いろいろ体をどんどん追い詰めていく方向に行っちゃったんですよ。途中、で、十二指腸潰瘍っていうのになって、まあ倒れたんですよ、単純に言うと。ある日、本当に体が動かなくなって、で、どこにもならなくなったんですよ。で、当時携帯電話ってのもない時代なんで、もう連絡のつけようもないし、どうにもならんと思って、もうひたすらもう家で、動けるようになるまで待つしかなかったんですよ。それで3日ぐらいかな。で、そこでやっと体が動くようになって、稽古場に行った時に、俺がやってた役を、もう他の人に割り振られてて、すでに稽古が進んでたんですよ。その時にはもう、あ、俺もうダメだって、終わったな。で、ひたすら、謝った記憶がある。やらせてください。すいませんでした。やらせてください。つって、はい、謝った記憶があるかな。で、まあ、その後、本番は、はい、最後まで走り抜けられたんですけど、あれは本当に精神的にも、体力的にも、かなり追い詰められた公演だったなって。一番、下手したら一番かもしれないですね。すごいですね。そこまでやってれば、あとは、あまり、多少のイレギュラーのね、現場でやった時の怖さはあるけど、あの苦しさに比べたらって、やっぱ思うところは、未だにあるかな。当時、本当に、倉庫だったんで、今もう、回収されたんだけど、倉庫だったんで、外はね、暖房がないんですよ。で、稽古場もすごい狭いから、稽古する奴らはその稽古場の中に入れるって、まあ、エアコン効いてんだけど、他の待機してる、十何人とか十八人ぐらいは、廊下で、みんなで、灯油ストーブが一個だけポンってあるんですよ。で、その灯油ストーブの周りで、みんな毛布って、こうやりながら、もうこの距離で言いながら、セリフを言い続けるってやつが、もう、周り、灯油ストーブの周り。もうその状況がもう一月以上。で、金もないからみんな飯も食えねえから、そう。だからパン、買ってきたやつをみんなでこう、分け合って、もう、動くって本当に。すごい。本当にね、もうそういう感じ、震えながらやってたなぁ、感じ。で、その時かな。その時には一番、この間のクリスチャンでね、オープニングでやったスクラムっていう形態が一番最初に生まれた時がその3期生の公演だったから、ちょうどその時です。僕が倒れた時です。はい。まあ、単純にね、演劇に対して死にに行ってた。そこまでやらないと、追いつかないと。追いつかないっていうか、劇団に残れないとも思ったし、この先多分やっていけないと。死ぬ気で追い詰めてましたね。だから当時は、気が狂った人とよく言われて、そうなんですか、おりましたね。それぐらいですよ、私は。勉強になりました。ありがとうございます。ですね、また今年もありますね、やってまいりました、リボンの騎士ですけれども、まあ、いろいろ、先輩たちがやられてきたこともあるし、ビデオとか見れたら資料いっぱいあると思うんですけれども、なんかそれを見ちゃったら見ちゃったでいいし、
ただそれを払拭して真似することなく、自分の中で生まれるものをちゃんと信じて、自分が何したいかを信じて、ちゃんと死にに行ってください。そしたらもっとすごいものが見つかると思います。楽しんで頑張ってください。ありがとうございます。では今日はこんな天気もいいので、美味しいお酒を飲んで楽しんでください。ありがとうございありがまとうごす。ざいます。ウィー高木しずるのあの世に聞く第5回ゲスト、鈴木としのりさんでした。ありがとうございまあしりがた。とうございました。ウィー スカンパーイツイーン おー、スカイツリーだよ。スカイツリーですね。スカイツリーよ、ついに。死にに行け。死にに行けだよ。まあ、これ皆さんはね、これ見ていただいてる皆さんは別に鈴木としのりのことそんなに詳しくないかもしれないんで、でも一番激断で、今一番でもまあ、熱くあり続けてるよね。活火山だよね。暑いっすね、としさんは。な、はい、もうずっと暑いっす。もう昔活火山だった人たちも随分、休火山もしくは死火山になり、はい、死火山もう二度と噴火はない感じになってるけども、死にに行けって言われて元気になったしずるもすごいな。そうっすね、怖いな。で、まあ、いよいよ、これ野田、野田いつも研究生の声見てる？俺全部見てますよ。本当？はい。見たっす。リボンも見ました、見ました。ちゃんと感想とか言ってる？誰にですか？ それだってさ、研究生は卒業公演で頑張ってやって、ああ、もち研究ろんお生客さんに見せてますけど、はい。先輩たちの声聞きたいじゃんな。まあ、そどううだったんすかってね。自分はもう怒った顔はしない。満足げにマイク。面白かったなって、やっぱいい作品だなって思って、ちょっとやっぱ毎回自分泣いちゃうんですよ、最後のシーンで。やっぱ自分もやってたから、ちょっと思い出していいなって思っ今回もちゃんとゲロ泣きさせて、はい、ゲロ泣きさせてほしいちゃんと感想言ってくれ、ぜひ。はい、それでこれがリボンの騎士がいつから？もうチケットも絶賛発売中です。2月8日から12日までです。はい。でですね、もう実はこの大人演劇部の公演も2月にあって、でもうこれ本当に若者たちが終わるとすぐにもうあっという間に、今度ご長寿ネバネバランド、これも私の作品です。昔扉です。知らないよな。自分知らないっす。そうなんだ。自分入ってないっす、まだ。まだまだ。ジャニーズに憧れていたところで、大阪で。そうですね、ヤマピーに憧れてヤた時マ代でピーす。に憧れてたの？当たり前じゃないですか。ヤマピーになりたくて、わざわざ大阪から東京に来て、そのネックレスだけ買って帰ったこととかあるっす。おお、何そのネックレスって。ヤマピーと一緒のブランドのネックレスが原宿にしか売ってなかった、その時。かっこよくて。今もあるの？今持ってるっす、一応。宝物。宝物っす、置いてるっす。それ何、なんでヤマピーこのネックレスだって、なんで見たの？はドラマでつけてて、お探したんです。ドラマでつけてて、このブランドは何だと思って調べて、原宿に売ってるって大阪住んでる時に知って、うん。多分高2ぐらいの時東京行ったっす。一人で？一人でヤマピーのネックレス買いに。で、髪型ももうほぼヤマピー。で、俺、そ昔。の写真ないの？あるかもしれない。こんなんです、こんなんです、こんなんです、こんなんです。 CD も全部持ってます。めっちゃ好きだったんですよ、マジで。そうか。かっけえと思って。ヤマピーに会ったの？会ってないですよ、まだ。そうか。まだ会えてないです。あんまりな、芝居に出てないもんな。そうですね、ドラマとか映画で。多分な。じゃあ、海こ外ことそっか行ってち行かたんない？で、海外とか行ってたんで。そこに行かなきゃダメなんだよ。まあ、そうですね。それ叶った時にみんなでなんかこうお祝いするよ。ヤマピーに会えたらっすか？会えたらじゃねえよ。そんなのこうただのワンじゃねえいか。や、そうです。一緒に仕事教をするんだよ。もう一何緒を言っに仕事できてんすたか、野田さん。お願いしますよ。すいません。一緒に仕事できた。歌舞伎座で真ん中でセリフを言ってた本人当が。です。そうです。何の話でそうなっちゃったのか。すいません。いや、ヤマピー、いい話だ。はい。で、大人演劇部の、もうすぐ公演があるの。もうこれがね、大変なんです。今、同時進行で稽古しております。2月29日からご長寿ネバネバランドに出演される大人サテライトの皆様からメッセージが届いております。どうぞ。すみだパーク演劇部、扉座大人サテライト、初の劇場公演、
ご長寿レバーバランド歌あり、ダンスあり、笑いと涙に満ちた現代の一つのドラマ。2月29日から3月10日まで全10ステージがあります。場所はすみだパークシアター。そう、 A チームと B チームの2チーム編成です。チケットご予約絶賛受付中。皆さんのご予約をお待ちしてます。ありがとうございます。大人の皆様も頑張ってください。私たちもリボンの騎士頑張ります。はい、あのネバネバランドっていうのはまだ野田君も入る前に、はい、私が台本、まあ、あの作演で劇団公演として紀伊国ホールで、うん、まあ、1回しか やってないんだけどね。あの全員老人、うん、なんか聞いたことある。しかも平均年齢も80以上という老人しかいない島と、はい、これなんかご長寿ネバネバランドっていうのがこれなんか気色の悪いタイトルなんだけど一瞬な、ネバネバランドって聞いたことないか。ネバーランドですか。お、そうですよね。さすがピーターパン。俺高校の、うん、高3の文化祭でピーターパンやった。あ、そうなの。はい、M 字バンクでヤマピーに憧れてたんで。あ、いや、そうなんだ。やらせていただきました。はい、え、演劇。演劇っす。主役じゃん。主役やりました。すごい。あの緑の格好して。あ、そうっす。歌うの。歌わないっす。お芝居だけ。お芝居で。お芝居だけ。ピーター演劇部。いや、全然関係ない。初めて聞くよ、それ。全然演劇部じゃないんですけど、うん、なんか多分高3の文化祭って全員演劇やらなくちゃダメなんですよね、なんか僕学校は。そう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 。何高校ちなみに。枚方渚高校です。枚方渚高校の同級生のみんな、今野田は東京で頑張ってます。頑張ってます。そこではもうみんなが演劇をやって主役。そうですね。自分で立候補したの。いや、もう推薦でしたね。野田しかいないってな。ピーターはい、だからネバネバランド分かんだ。そうです。だからネバーランドかなって思って。そうです。だからあそこは子供しかいない、子供とインディアンと船長しかいない、ね、いない島ですが、それをこう老人だけの島でなんでネバネバランドっていう話なんです。だからちょっとファンタジーなの。まあそうなんです。老人、まあまあそもそもバッカバカしてるので全員老人で、まあまあ今度大人は、年配が多いとはいえ、それでも平均年齢87歳ではないんで、まあ、ここもみんな老人今一生懸命、うん、横演習してます。自分が本当に老人になるため。でもこれあの面白いんでぜひ見てあげてください。はい、はい、ということで野田さん、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。研究生たちにメッセージをお願いします。はい、と自分研究生の時に淳二さんになんか言われた言葉で、なんか演劇は祭りだみたいな言ってたんですよ。でもそれめっちゃいい言葉だなと思って、まあ本当に楽しんでわちゃわちゃやって神輿みたいになんか熱くなってみんなで盛り上がって一つの作品を作る、で祭りみたいな感じで、まあ最後に笑って泣けたらいいなと思って、みんなで感動できる舞台を作ってほしいです。楽しんでとりあえずやってほしいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ずいぶん扉座通信って俺やってきたけど、はいはいはい、野田翔太を呼ぼうと思ったこともなければ、いや、そうですね、話してみようと思ったことも今までなかった。ちょっと迂闊だったよ。迂闊だった。まさかピーターパン、リアルピーターパンだとは思ってなかった。いや、本当に未だにもう30超えてるんですけど、はい、それやこれやで18歳で来てもう十何年経ってるんで、そうっすね。でだからそれでもこんなんなんで、こんなんなんでっていうか永遠の少年のようなんで、はい、ピーターパンって言ってみたら本当にピーターパンってやってます。まさか思わなかった。ちゃんと話しなきゃいけなかったと反省してますけど。ありがとうございます。はい、ちょっと皆さんにもっとこう野田さん分かっていただく、はい、メッセージをよろしくお願いします。メッセージメッセージはリボンの騎士、絶対自分を見に行きます。ご長寿ネバネバランド、これも俺ピーターパンやってたんで絶対見に行きます。僕のファン一緒に見ませんかという感じでお願いいたします。その時ヤマピーで来てくんねえかな本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
最後に私たちが今頑張っているリボンの騎士の稽古風景と出演者からのメッセージが届いております。最後までどうぞご覧ください。どうぞ。 A チーム中島千尋役足立博明です。泥臭く精一杯最後まで頑張ってまいります。よろしくお願いします。 A チーム小田和也役森敦也です。気合い入れて突っ走ります。 A チーム菊池原聡を演じます手嶋和也です。よろしくお願いします。頑張ります。 A チーム氷炭継ぎ役時凛太郎です。頑張ります。 A チーム木下生徒会長とジラルミン対抗役清平亮斗です。役の個性を最大限活かせるよう頑張っていきます。よろしくお願いします。 A チームナイロン協役の中西海人です。頑張ります。よろしくお願いします。 A チーム魔人メフィスト役並木蓮です。皆さんの記憶に残るように頑張ります。よろしくお願いします。 A チームフランツ王子役原田裕二です。王子やらせていただきます。 A チームリボンの騎士サファイア役の久我ねねです。明るく元気に美しく精一杯頑張ります。ひょうたん次チャンネル登録者が1000人に行かないと罰動画になっちゃうよ。みんなチャンネル登録よろしくお願いします。いいですか？ダメですか？